鈴木忠義は、日本の教育者、情報学者。学位は、理学博士。静岡県立大学名誉教授。特定非営利活動法人支援技術、開発機構理事。埼玉県立川越工業高等学校講師。静岡薬科大学講師。静岡県立大学国際関係学部助教授。静岡県立大学経営情報学部教授。 静岡県立大学経営情報学部学部長、特定非営利活動法人富士の国情報ネットワーク機構理事などを歴任した。1948年、茨城県にて生まれた。埼玉大学に進学し、理工学部の数学科にて学んだ。1971年3月に、同大学を卒業すると、東京都立大学の大学院に進み、理学研究科にて学んだ。 九百七十六年九月、同研究科の博士課程を単位取得満期退学する。なお、後年、東京都立大学より、理学博士の学位を授与されている。二千十二年八月二十二日、情報教育シンポジウムにて、静岡県立大学経営情報学部准教授、湯瀬ひ明と大学院を単位取得満期退学してからは、九百七十六年九月より、 埼玉県立川越工業高等学校に勤務し、常勤の講師として教弁を取った。しかし、翌年4月に静岡薬科大学に転じ同大学の講師を務めた。1987年4月、静岡薬科大学と静岡女子大学と静岡女子短期大学の統合に伴い、新たに静岡県立大学が発足することとなった。その際に、 静岡県立大学の国際関係学部に所属することとなり、同学部の助教授に就任した。同学部では国際関係学科の講義を担当した。また、1991年4月からは、静岡県立大学の大学院にて国際関係学研究科の助教授も兼務することとなり、国際関係学専攻の講義を担当した。1996年4月、 静岡県立大学の国際関係学部から経営情報学部に転じるとともに教授に就任した。同学部では経営情報学科の講義を担当した。また、1998年4月からは静岡県立大学の大学院にて経営情報学研究科の教授を兼務した。同研究科では経営情報学専攻の講義を担当した。2010年4月、 小山秀夫の公認として、静岡県立大学経営情報学部の学部長に就任した。2011年4月、静岡県立大学の大学院にて、新たに経営情報イノベーション研究科が設置された。それに伴い、経営情報イノベーション研究科の教授も兼務することとなった。同研究科では、経営情報イノベーション専攻の講義を担当した。 2013年3月31日、静岡県立大学を退職した。同年4月1日、静岡県立大学より名誉教授の称号を送られた。2014年4月1日、3年間の任期で静岡県立大学の客員教授に就任した。2012年8月22日、情報教育シンポジウムにて大会委員長として次回開催地を 発表専門は、情報学や数学など多岐にわたっており、地域、組織情報化や、情報通信ネットワーク技術など情報学にまつわる、分野をはじめ、情報教育や、遠隔教育をはじめとする教育工学に関連する、分野、可敢観論など大数学に関連する分野、などが挙げられる。具体的には、ジャパンギガビットネットワークを応用した技術の、開発研究や、 聴覚障害者のための社会復帰訓練ソフトウェアの開発研究に取り組んだ。また、プロジェクト思考教育、e ラーニングネットワーク技術者育成技法など、情報教育についての研究や、地方公共団体の情報化の取り組みに関する研究も手掛けた。ジャパンギガビットネットワークを高機能化した j g n にプラスを活用して、災害情報ネットワークを構築するプロジェクトに、 携わり、情報通信研究機構より、JGN にプラスアワード社会基盤貢献賞を授与された。学会としては、電子情報通信学会、日本数学会、日本リハビリテーション工学協会、コンピュータ利用教育協議会、社会、経済システム学会、情報処理学会などに所属し、2012年に開催された情報処理学会の情報教育シンポジウムでは、 大会委員長を務めた。大学における教員としての活動だけではなく、市民団体における役員としても活動している。具体的には、支援技術開発機構や富士の国情報ネットワーク機構といった特定非営利活動法人において理事に就任している。ありがとうございます。